こんにちは、こんばんは、磯森です。今回は魔性のクリムゾンレディグレモリーに、マルチでいきたいと思います。サバーカとね、さっきね、ソロで一応撮ったんですけど、レアリティを一つ下げてねやったんだけど、途中でエラー起きて録画止めてからのやつを撮り忘れていたので、改めて撮りたいと思います。スサノオさんが本当に強いね。で、サブアカは天狗と、ゴストレいきたいと思います。 S ランクを狙ってね。運枠は一応バベルなんで、卵も一応ドロップを期待しながらのメダルも集めようって感じかな。で、スサノオが強い。スサノオが強い。でも今回グレモリーだよね。グレモリーちょっとグレモリアンって言いそうになったけど、グレモリーとバールかな、なんか両方とも難易度が高くなかったから、まあ運極とねメダル集めは結構いいんじゃないのかなと思います。初手はここの間というか2つ目、ちょっとね、あっ、大外れ。今のところにやると下に降りてきて右の敵に当たって友情コンボが全部発動するっていう角度だったんだけど、残念。マジいいか、ほい、倒せ。で、実際だと基本だとね3ターンで倒せるんだよね、ここで3ターンで倒せると次が亀じゃなければいいことがある。亀じゃなければ、亀だったらまあ意味がないかなって感じだけど、亀かな。なんかね、さっきも亀で、その録画し忘れたよってやつも亀で、その前にやったのも亀だったから、結構亀率は多いのかもしんないね。 OK。で、ここが4番手の子だったらカチカチ君を倒してからあの狭いところにねはまれるから、それがね結構ねダメージ入るんだね。いいね、いいね。結構その回復量があるからさ、あのカチカチ君のね、それが結構めんどくさいかな。ほら、はまないでいこう。ほい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 。次で終わるかな。あと1回ね、スサごめんなさいスサノオに当てれたかったけどね。ブーストが誰にも当たらないっていう事件が起きて、3分50秒か、結構ギリギリだな。それはね意外と焦った。ほい、あ、でも倒せそうかな。バブルで倒せそうだね、カチカチ君ね。これがめんどくさい。まあ簡単な降臨だからね。まあそこはまあ我慢ということで。いくよ。これみんな当たりに行った方がいいよね。とか言いながらもぶっ倒すね。ほい。オッケー。いいね。で、実際だと反射でスタートできるといいから、テングル突破が一番理想ではあるよね。OK。 これスサノオどうかな、倒せるかな。倒した、素晴らしい。いいね、いいね。
電気もマインスイーパーだからね、一応攻撃力の上昇はできるから。オッケー、これ狙えそうだね。結構ゴーストもね意外と強くて、天狗のねブーストもかけちゃえば、間違えた、結構ねいいダメージ出してくれるから。我慢の体に毒よ。毒よ。オッケー、1分59秒。これちょっとギリギリ。ちょっとじゃない。結構ギリギリ。ブーストかけます。はい。授業中に居眠りとは何事だ。何事だ。いいね、いいね。オッケー、オッケー、オッケー。11ターン継続なんだっけね、3回りぐらい約で、攻撃力は 1.8 倍って聞いたことがあるんで、かなりかなり高いね。よし、でカチカチ君を倒していきましょう。まあしょうがないかな、まだ大丈夫でしょ、あと1分ぐらいあるでしょ。お、いいねいいねいいね、使っていきます。はい、これでまあゴリ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 ね。よし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 、はいゴリゴリはいゴリゴリ。これでレアリティを1個下げてるのかな、天狗でね1個下げてマルチだから3120、40マジックストーン1個と、あとちょろちょろ、おいいね、マジックストーン1個とメダルが100いくつだったと思うんだけど、はい、スサノオを入れるまではあれを入れてたね、2台かないを入れてたかな、3120か。 OK ということで今回は、グレモリーかなに挑戦したんですけども、今回の新降臨は両方とも難しくないし、だけど意外と性能としては悪くなかったから、あのグレモリーもバールもね、だから運極も作りつつ、今回はねあのメダル、新降臨は5倍だからメダルがね、あのメダルも絶対に今集めた方がいいと思うので、今回の降臨は運極も作りながらメダル集めね頑張っていきたいと思います。ということで今回はグレモリーに挑戦していました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォンタブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。